皆さんすみません、今日ですね僕不良になってしまったんですよ。というのもさっき歯医者に行ったんだよね。そして奥歯にね銀歯を詰めなきゃいけなくなったので、その銀歯ができるまで歯に詰め物をしなくちゃいけないから今詰め物をしてるんだよね。そして帰り際にねこう言われたんだよね、今から1時間以内は飲食は避けてくださいみたいな感じですごく優しく言われたの。でも帰り道僕ねコーヒーを飲んでやったぜどう？はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ジークイーツ豆腐。この題名を見て僕一つ気になったことがあるんですよ。アメリカの方じゃんこれ作ってる人って、豆腐知ってんのかなみたいな豆腐ってアメリカの方食べるのって思うんですけど、どうなんでしょう。アメリカの方でですね見てる方いたら教えてください絶対見てないと思うけど。そしてもう一つ気になったことがあります。チャレンジ数を見てください。666、なんと不吉な数字でしょうか。この666の数字を不吉じゃなくするためにこのコースやっていきたいと思います。まあそれ以上この画面でね喋ることないんで始めていきますかまあそんなに難しくないんじゃないかな。これマジでフラグじゃないよ。最近 1% 以上のコースねサクサクいける気がするんだよね。まあそんな誰も求めてないと思うけど、それじゃあここ隠しブロックがあるんでしょ。分かってるって、ほら嘘壊されたえこれは明日に行くのが正解っていうパターンありえるんじゃないの。いや速攻フラグを立ててしまいました、申し訳ありません。じゃあここは隠しブロックを叩かないでドアに入っていきたいと思います。多分これが正解でしょう。うわここ何もしないで大丈夫そうでしょ。あっつ、このドア入るじゃん。ちくわブロックだったからジャンプ連打しておけばいいんじゃないのかな。多分それでいけるでしょ。そしてあの火を避けます。で右に行こう。ここも隠しブロックありそうなんだよな。叩いてみようか叩かないで行くと見せかけてあえて叩いてすぐオープンブロックに乗ろうザバーレーゼ鉄球あちょっと待ってそうでしょ。これオープン叩いたらいけんパターンやんか。これ思ったんだよね、先に鉄球出すじゃん、そしてキノコ取ってこの鉄球当たればいいんじゃないの。ほら多分これが正解でしょ。なんかピンポンって鳴ってたからねちょっと気になったんだよね。さあ進めていきましょう。なんかエンジェルフェイスが飛んでいきましたけど、ここでオンオフをしてすぐ右に行きます。こういや合ってんじゃないの、ナイスバネじゃない。でここでうわなんか出る、うわキノコか、よかった。うわキノコ取ったらダメって書いてない。一旦しゃがんで行ってみるね。ここしゃがんで行ったらどうなる。いや右に行けるね、これが正解。ほらほら合ってました。このまま進みましょう。さあ次はこのちくわブロックに乗ってどうなる。あれあのつららの下のブロックがなんかヒントになってるっぽいね。あの右上にあるつららなんだけど先に叩いておかなきゃいけないみたいな感じだったんだよね。さっきのヒント見るとこういう感じでしょ。えこれで合ってる。これであの3歩だったっけ、あいつやられてくれんのかな。いける、あいけたいけた、これでいいのか。そしてこのキノコが取れるっていう感じで、なるほどこの状態でさっきの場所に進めるっていうことだね。確かこの下で回転ジャンプでいけたよね。さあ回転ジャンプしていきましょう。おいでスターを取ってどうすればいいの。走っていきます。大丈夫大丈夫、このまま多分入ってっていいよ。あなるほど、スターを取ったまま早く行けっていう感じか。なんでそこで引っかかんのよもうどうしようもねえじゃんかこれ、誰か助けて。早く行けっていうことには変わりないと思うんで早く行こう。でここでメット出てきたでしょ、このメットが出てきて早く右に行く、こういう感じで合ってると思うんだよね。どこに行ってんのなんか知りたい気はあるよ、なんだそのやり方それじゃあもうあのデカベッドには引っかからんよ、ちゃんと避けていこう。ここで右を進化したらダメっていうことだね。で下に降りてここで中間ポイントゲットできるっていう感じだ。さあチビになっていきましょう。ちゃんと取れるよね、なんでくっそそれじゃあさっきリフトが出てきたと思うんだよね、そのタイミングで行けっていうことかな。リフトここよっしゃ中間ポイント1個目ゲットできました。さあ進みましょう。でここはコインのとこったら大丈夫。あー見てたでしょ今どうやった
じゃあここはコインのとこ行ったら上を尻尾でツタに捕まっておく、それが正解だね。そしてここはキノコを取って左に行けっていう感じか。さあ行きましょう。行きすぎじゃあここはキノコを取って右を尻尾、それで多分大丈夫だね。そして上に行ってこのまま右に渡っていけると思うんだよね。これが正解だね。さあ次に進みますか。でここはバネに乗って右に行くのかな。このカロンのコーナー取れないよね。あ、やっぱ取れないよね。じゃあ上に行ってこれ下降りたらガリガリに当たるんじゃないの。いや絶対そうでしょ。なんかあってよ、頼む、なんかあって頼むここの行き道がマジでわかんないんだよね。絶対この辺で履けないよね。あら、あ、なんか履けたね。ジャンプボタンをタイミングよく押さなかったらいけるっていう感じだね。じゃあここで亀の甲羅当ててすぐ右に行く感じだね。でここでバネを持っていく、多分これで合ってると思う。なんでそっちなの今度いや一旦右上行ってみようか。多分なんかあるんだろうな、罠が。なんかあるんだろう。ここで死にたいっていうかあの上のハテナを叩けっていう感じでしょ。これ早すぎない？ちょっと難しすぎないですか？でもこれ結構簡単にさできんじゃないの。適当にやってればほらいけました。もう一回登れっていう感じかなかなか難しいよここ。うわキッチン、おい、やったそれじゃあここはこのブロックを壊した瞬間このちくわブロックを下げるじゃん。そして左に行く、多分これが正解でしょ。ほら来ました。そしてこのまま下に行きましょう。何がある？キノコ、うわうわ、取ったらダメって書いてるな。右に先進んだらなんかあるんかな。うわなんかブロックあるね。しゃがんだらいける、入れるダメか。このリフトに乗ってキノコを避ければいい感じでしょう。このキノコを避けます。そしてこのドアに入れるっていう感じだね。さあ行きましょう。さて次はそうでしょ、ここでバネ持ってこなきゃいけないの。さっきの、いや戻ったら絶対なんかにやられるよね。なんだろう、おねー。それじゃあここはスピード勝負だね。さあ行きます。でちくわブロック降りて、でバネ持ってすぐ左、これで正解だね。でさらにキノコも避けて、さあ避けます。これで次に進めるんじゃないかな。よし来ました。なんなんださっきから。それじゃあもうここ読めたよ。一旦上に行った後上を尻尾でいそうな感じでしょ。よしよしよし、チェックポイントに来てそろそろあってもいいんじゃないかな。さあ来ました。どこ行ってんの山田。なんでよ、何今の風みたいなやつ、どこ連れてってんのこの黄色いブロックに入っていくしかないのか。多分今右を進歩しなきゃいけなかったんだろうね。またここかこれ地味にきついんだって。もうそれじゃあここはもう右を進歩でいいと思う。それできっといけるはずだよ。頼む、やった中間ポイントゲット。そしてこの赤い土管でいい感じでしょう。さあ進みますね。ここオープンブロック怪しいな。でも多分乗っても大丈夫でしょ。音符フューチャリング隠しブロック&キノコ。それじゃあここはキノコを出してこのキノコを取って下に行く、そういう感じだね。うわまたスターか。なんかもう引っかかる予感しかしないんだけど、スターってもう走ってっていいから。でこのカロンは吐く、そしてすぐ上に行く。ナイス、合ってたんじゃないのこれ。バレちゃまくせもう大丈夫だよ。この上に画面をやらなければこのドアに入れるっていう感じだね。さあ進みます。でここは渡る感じでいいのかな。そしてジャンプして右を進む。怒りたいのはこっちなんだって。なんだその顔。じゃあここは上を進むでいい感じだね。さあ行きましょう。でここはどうするんだろう。ドッスンが下いるな。なんか襲ってきそう。走って行ってみる。おい石おやじ。上のちくわブロックに逃げておけみたいな感じかな。あ、これで合ってるんだ。そしてこのまんまこの黄色い土管に入れる。よっしゃ、入れなかったらどうしようって思ったんですけど、ここは画面の情報量大きすぎないですか。また下に戻ってしまいましたけど、こう落ちるパターンでしょ。いやー
それじゃあこの黄色の土管入るじゃん。ドスを避けなきゃいけないと思うんですよね。どこで避けんだろ。すぐ右に行く感じかな。画面の情報量多いんだって。どうすりゃいいか全然わかんねえじゃんか。じゃあここはもうすぐ右に行くパターンだと思う。そうしなきゃ黄色の土管に戻ってしまう。なんでここすぐ右、いやこれでやってる。そしてしゃがむ。なんでまた戻されてるの。早すぎだって。もうやめて。あここ右に行くところまで合ってたよね。右に行くところまで合ってて、ここ下まで合ってる。そしてすぐ上、これで合ってる絶対に。そしてここはボブ兵を右にやるっていいのかな。あ、どっち行ってんの。早く右に、早く右に。よし、ギリギリ間に合った。熱いここはボブ兵で破壊して何もしない。よし、で、あの太陽が通り過ぎてすぐ右に行こうか。いや、ここキノコ取ると思うんだよな。キノコ取って上に行くダメじゃねえか。嘘、やられるしかないの。じゃあ落ちます。あー、このコースのゴール前が怖いな。中間戻すみたいな感じはないと思うんだけど、大量の罠が仕掛けられてると思うんだよね。さてここはキノコ、あれ、これどうしたらいいんですかねこれどうしたらいいんですか。これ積んだんじゃないの。ここまで来てガマ発見しました。皆さんこのコースのガマ発見しました。またスタートとかやり直しやんかよっしゃ、次は超えました。で、ここでキノコ取ったらダメだったっけ。よしよしよし。で、オンオフをしてどうなるんだろう。いや、キノコ取っていいでしょ。これはこれは取らなきゃいけないでしょ。うわ、取ったらいけっぽいぞ。バーが見えるもん。いや、いけない次はもうさっさ行くね。キノコが襲ってくるんで、多分これでいけると思うんだよね。で、右に入れる。よっしゃ、来た。もうゴールがあると思うんだよね。ジャンプしないでいい。多分ジャンプも何もしないでいいはず。この四角の枠怖え。ジャンプ、あ、大丈夫だね。え、このまま普通にゴールさせてくれる感じですか。走っていってみる。走ります。なんでなんで、どちらいいのここ。え、いやマジでわかんねえんだけど。これこの針かな。この針に当たればどうかなる。魚もうきっとこれでゴールできると思うんですよ。この魚が出るブロックを叩いてすぐ左に行ければゴール。やったなんだその乾いた笑いははい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ強振リゾナンスというこのコース。もう謎すぎない。サムネから全然クリア方法が思い浮かばないんだよね。多分だけどブラッパかトゲゾウを倒してゴールっていう感じだと思うんだけど、どうやって倒すかなんだよね。まあまあ始めていったらわかるから、早速始めていきましょう。ゴール条件なんかあるでしょ。いや、やっぱトゲゾウを倒してゴールか。どうやって倒すんだろう。うわ、全然わかんねえ。これどうやってトゲゾウを倒すの。一旦ジャンプして上行っても、うわ、まあダメだよね。え、これどうやってマジで倒すんだろうね。これは難しいね。パウ叩けなきゃ倒せないでしょ。なんでパウの隣までちょっと行ってみていいかな。うわ、やっぱ倒せないよね。じゃあ上に乗ってどうかするみたいな感じだと思うんだよね。あ、結構揺れてない？ほら、なんかシーソーがね、めっちゃ揺れてるんだよね。これを揺らしてパウブロック落とせっていう感じかな。じゃあちょっと揺らしていくね。端っこら辺でジャンプしてどんどん揺らしてってみようか。この状態で、うわ、なかなか揺れねえな。これパウを落とすまで揺らすっていう感じじゃないかな。多分ジャンプするタイミングとかがね、重要になってくると思うんだよね。ちょっと一旦左からしてみようか。この辺でジャンプしておく。で、端っこの方を狙って、あ、結構揺れてる、結構揺れてる。頼む、やったこなるほど、ブラッパで押しつぶされて倒せるっていうわけで、ね、っていうことはもうある程度揺れたらもう右側にジャンプしてゴールに捕まっておいたら良さそうだね。いや、揺れてよ、さっきみたいに揺れてよ。もう時間10秒しかねえから早くいや、これなかなか難しいよ。こうね、ジャンプしてると結構揺れるじゃん。なんでね、なかなか端っこ狙うのが難しいんだよね。これ来たんじゃない。やったゴールできました。このアイデアマジですごいね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そして
ディオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。